はい、それでは10時28分の、福井行きで、あばら温泉に向かいます。このまた来ますしね、このマッシっていうのは、この辺りの方言でどうぞっていう言葉ですね。また来てくださいっていう意味だそうです。どうぞっていう感じですね。また来てねっていうことをこの辺りではまた来ますしねっていう方言だそうです。方言もねいろいろあってね、その地方に来るとちょっとなかなか理解できない言葉も聞くんですけどね、やっぱねそう感情からね、理解するっていうのがねベストかと思います。特にね、外国人の方とね英語を話せないっていう方も多いと思うんですけどね、なかなかねその気持ちは分かるんですけどね、あのジェスチャーとか気持ちでね、なんか片言のね英語でも通じますんでね、英語はねそんな感じで私は使います。あ、ちょうどいいタイミングで入線しました。福井行きです。お、4連だけど混んでますね。3なのか。いいよ。ナツ。ドナツ。はい、あわら温泉に着きました。はい、まずはこの列車を見送りたいと思います。521系の4連でした。なんと座れましたけどね。